またソ連のプロパガンダだわ。戻ってきたな。金貨があるなら装備をあんたに売ってやるよ。奴らまだ俺たちには気づいてないと思うけど、別々に行動しよう。いいな。兵器なんかじゃねえ。顔に傷のあるコンスタンティンという男から大層な話を聞いた。運命だとか神秘の源だとかいう話だ。ますますわけがわからない。他の作業員の連中も俺と同じようにそわそわして不安そうだ。しかし組織の連中、長いことトリニティ教団にいる連中はみんな納得してノリノリだ。あのジョーンズタウンの悪夢の再来だ。今は襲撃の準備をしている。相手は誰かって？こんな場所にも人は住んでいる。時代から取り残された先住民だ。毛皮や皮や鉄の矢尻の話で盛り上がっている。もうすぐ攻撃用ヘリや50口径のマシンガンで挨拶に行くんだ。俺は歴史の闇に関わることになってしまった。
私のロシア語じゃこれを理解する自信はないけど、何かの地図みたいね。
にちは。傷だらけの木を見かけたら近くにクマがいるってことだ。奴らは樹皮で爪を研ぐからな。地面をよく見ろ。鹿は茂みを押しつぶして平らにしてからそこで寝るんだ。この近くでも見られる。いや、狼の巣には近づくなよ。住処を守ろうとするからな、人間みたいに。成長したオジカは何年も見てないが、見ればすぐ分かる。枝角だけでも君の背の半分くらいはある。毎日パパのことを考える。何年もパパに腹を立ててきた。私が夢物語だと思うものを追いかけてずっと仕事ばかりだって全然理解できなかった。若気の至りだと、あの時は理解できなかったんだと今でもずっと自分に言い聞かせている。それでパパが戻ってくるわけじゃないけど、そして今なぜか彼が生きていた頃以上にパパとの絆を感じる。パパはこんなところまで来たことはないけど、私のそばにいてくれる。神秘の源はここにある。必ず見つけ出すわ。
魂に対する私たちの理解を変えてしまうかもしれないもの、世界を変えてしまうかもしれないもの、そうパパは言っていた。でも彼はもういない。彼が正しかったと知る人間は私しかいない。今ソ連の古い聖堂所まで来てるわ。鉱山施設の一番上にある鉱山の入り口に向かってるところだ。そこまで来られるか。今から向かう。どうしよう。この報告書はフリーダム基地周辺の山々における前代未聞の発見に基づき作成されたものである。我々の鉱山深部の作業員が巨大な洞窟を掘り当て、その中に我々の母国では見られないような驚くべき遺跡と埋蔵品があることを発見した。先住民の中から我々が雇った作業員たちはこの発見に動揺しており、これらの遺跡について何か知っていることは明白だ。これよりさらに価値のある発見が期待できるため、24時間体制で捕虜に問いただしていく所存。また彫刻だわ。でもこれはゲームのようね。見覚えのあるピースだわ。以前にどこかで似たものを見たことがある。
扱いね。それはシベリアに初めて降り立った日に起こった。アフガニスタンで過ごした2年、インドネシアでの1年、その時には起こらなかったことがこの氷上の地でついに起こった。銃声、殺したのは俺。何かを懇願するガキの目から正気が失われるのを見ていた。ロシア人じゃない、人種なんて知るか。隣にいてただ見ていた。直前までそこにあった命が消えて、ただの肉になった。雪の上に吐いたものがガキの血と混ざり合う。ガキはただの肉になり、俺はまだ生きている。コンスタンティン様からは特別な任務だと聞かされてきた。神の任務を遂行するのだと。その意味がようやく分かってきた。Thank you.
地図はあるのか。標準仕様のソ連の認識表ね。名前はユーリ・ラフドニキス。タグの裏面に有罪と書かれてるわ。
明かりが使える。歴戦ウラン鉱みたいね。ウランも採掘してたんだわ。すごい、大昔のものだわ。何が見つかったのかしら。なんて入り口なの。
埋蔵品が。彼らは逃げ出すうち古い道に出たんだわ。見てみなきゃ。赤軍兵が持っていたヒップフラスコ、この印は何かしら。半分残ってるわ。ここを出る前にもらっちゃおうかしら。
誰かが採掘用具を隠したんだわ。即席の武器も。もう採掘場の外にいる同胞たちが抵抗を始めるのを待ってはいられない。有害な鉱石より欲しいものができたソ連人は我々の祖先の話を知り、彼らの墓を怪我したのだ。これ以上のことはさせない。当初我々は古の守護者が現れて拷問者らを罰すると思ったが、今ではわかる。我々が神の報いの手段とならねばならないのだ。我々は力を合わせ、鶴橋と斧を密かに蓄えた。もうじきまだ力のある者が立ち上がり、迫害する者たちが我々の過去と現在を消し去る前に彼らを葬るだろう。Oh.